こんにちは、脱力系マクラビチャンネルのやっちゃんです。今日はですね、リンゴが美味しい季節になってきたので、リンゴと米粉のケーキというのを作っていきたいと思います。マクロビのケーキってこう卵を泡立てたりとか、バターを溶かしたりとか、そういうちょっと面倒な工程っていうのがないんですよね。液体と粉とガシャガシャっと混ぜて、オーブンに入れて焼くだけっていうような簡単な作り方でもできちゃうので、割とこう分量とかいい加減でもできちゃうんですよね。とっても簡単なので、よかったら最後までご覧ください。それでは行ってみよう。はい、材料です。まずリンゴ、そして濃縮タイプの甘酒ですね。それに、オイルはね、今日菜種油を使います。豆乳、あと米粉は製菓用のものを使ってください。アーモンドプードルにベーキングパウダー、アルミニウムフリーのものがあればね、使ってください。そしてあとお塩ですね。まずリンゴはですね、半分に切って、半分はですね、ケーキの中に入れていきます。皮はつけたまま4等分にして、このくらいの感じでスライスにしていきます。残りの半分はですね、やっぱり芯を取ったら、薄いくし形のスライスにしていきます。こんな感じで、こんな風にくし形にスライスをして、これね、ケーキのね、表面に並べて焼いていきます。オーブンをね、170度に、予熱しましたら、米粉の中にアーモンドプードル、ベーキングパウダー、これを入れてよく混ぜておきます。米粉はね、サラサラしてるので振るわなくていいんですけど、アーモンドプードルがちょっと固まってるのでね、ここで少しほぐしておきます。刻んだね、リンゴの方にあとお塩ね、まぶしてちょっと混ぜ混ぜます。ここに甘酒、これは濃縮タイプのね、甘酒を使います。甘酒と豆乳、それからオイルですね。これをね、入れて全部をガシャガシャっと混ぜていきます。液体類がね、よく混ざったら、ここに先ほどの粉をね、入れちゃいましょう。そして混ぜ合わせていきます。お使いの、ね、米粉によってね、お水を含む量っていうのが違うので、豆乳で調節してほしいんですけど、だいたいこのぐらいの濃さですね。ほとっと、落ちそうで落ちないくらいの、このくらいのぽってりした感じの硬さになるまで、水分を足して調整してください。そしたらね、これを型に入れます。型にはね、一応ね、油を敷いて、敷き紙をね、敷いてあります。で、表面をね、平らにならしたら、スライスしたね、リンゴを並べていきます。放射状にね、こんな感じで並べていきましょう。これでオーブンに入れて焼いていきます。
成しました。こんな感じの断面になっています。早速食べてみたいと思います。しっとり甘くって、あのアーモンドプードルが入ってるのでリッチな感じが強くって、甘さもね本当に程よくって、そしてリンゴの甘酸っぱさがふわっと口に広がる感じですね。混ぜるだけでねあっという間にできてしまうので、美味しいリンゴを手に入ったらね作ってみてください。じゃあねー。